やあみんなの衆、ご機嫌はいかがじゃ。確かこのチャンネルでは様々な班を紹介していくことになったのじゃったな。さようにございます。わしにはもう少し格式高い動画内容がふさわしいと思うんじゃが、流行りの ASMR であなただけに神を除人、みたいな。なるほど。格式高いといえば、下付け、キツネ川班ですね。では、今回はキツネ川班を紹介していきましょう。なんたるパワープレイ。では早速、キツネ川班の基本情報を見ていきましょう。この結果どくそにやろう。キツネ川班は下野キツネ川を統治した班で、所在地は現在でいうと栃木県佐倉市キツネ川町。江戸時代を一貫して戸様大名のキツネ川氏が藩主を務めました。むむ、確か1万石以上でないと藩として認められないのではなかったか。いかにも、確かに1万石以上でなければ通常は藩ではなく、旗本に分類されました。しかし、実はこのキツネ川藩だけは例外でした。どうして例外なのか、どのように例外なのか、については後ほど説明しましょう。ふむ、キツネ川藩、良いチョイスじゃ。ではキツネ川藩を紹介するにあたって、今回の注目ポイントを3つ紹介しましょう。足利の家を残した2人の姫、霊媒中の霊媒、天下の客位、300年の家臣団とキツネ川騒動。来週もまた見てくださいね、じゃんけん。姫様、次回予告ではありません。足利の家を残した2人の姫。ふむ、足利というのはあの足利将軍家のことか。姫様は足利将軍家の興亡についてご存知ですか。無論、足利氏は源氏の血を引く足利尊氏が京に建てた室町幕府の将軍を代々就任した名族じゃ。15代将軍の足利義明が織田信長によって京から追放されて終焉を迎えたんじゃったな。説明ありがとうございます。そしてこの狐川藩の統治大名家も足利尊氏の子孫なのです。ほう、あの足利家が江戸時代にも残っておったのか。15代将軍足利義明の血筋は彼の孫の代で途絶えますが、阿波久保の東間足利家と小学坊の狐川足利家が江戸時代にも存続していました。そのうち、狐川足利家は姓こそ狐川氏を名乗っていましたが、正当な家格として江戸幕府から格別の扱いを受けていました。これは足利氏の主要な人物をまとめたケースです。足利尊氏は室町幕府を建てた後、嫡男の足利義明に京での政治を取らせた一方、遠方である関東を統治するために次男の元氏を鎌倉に入れます。これが元氏を祖とする関東久保家の始まりです。ちなみに、初代の足利元氏から5代目の足利重氏までは鎌倉府で政務を司ったので、関東久保の中でも特に鎌倉久保と呼び、重氏以降は拠点を古賀に移したため、古賀久保と呼びました。では、狐川藩の前史として、関東久保の歴史について軽く触れましょう。うむ。鎌倉久保は室町幕府が遠方である関東を統治するための機関だったのですが、幕府との関係は最悪でした。なんと。まず、2代目の氏光の代には幕府への挙兵を企んでいます。早いな、さすが源氏。身内で争えずにはいられぬ血が流れておる。そして3代目の光兼の代には西国で起きた応永の乱に呼応して、実際に挙兵。この際は連携予定だった大内義弘が早々に撃たれたため、戦闘に及ぶことはありませんでした。続いて、4代目の持氏。持氏は時の将軍、足利義教の将軍就任を認めず、関東の新幕府派の武将を次々に攻撃。これに怒った足利義教が討伐軍を派遣し、持氏は敗れて自害を遂げました。関東久保足利家、これにておしまい。って、それでは狐川藩が存在しないではないか。持氏の意地、重氏は幼かったため死を免れ、幕府は重氏が5代目鎌倉久保につくことを許可します。そんなことして大丈夫なのかえ？ダメでした。やっぱり。1455年、まだ若い重氏は目付役だった関東官僚の上杉憲忠を殺害、関東に約30年にわたって続いた京徳の乱を勃発させます。関東戦国時代の幕開けです。この事態に幕府方も討伐軍を派兵。重氏は結果として鎌倉を失い、古賀へと拠点を移行。ここから鎌倉久保は古賀久保と呼ばれるようになります。幕府は続けて代わりの関東久保として足利朝政を派遣するなどしましたが、この頃になると京は京で政情が不安定化し、関東の情勢どころではなくなります。足元に火がついてしもうたんじゃな。こうして関東久保家は幕府から解放され、重氏の後を継いだ第二代古賀久保の政氏でしたが、今度は自分の二人の子と対立してしまいます。親戚の次は親子か。本当に内向が好きな奴らじゃのう。政氏は嫡男の高本と関東諸将を巻き込んだ家督争いを展開。その一方で次男の義明は自分こそが正当な久保であるとして、お弓久保を名乗って独立。久保を名乗る家が二つになってしまいます。内向もここまで来ると何も言えぬわ。高本は父との争いを制して三代目古賀久保となりますが、彼もまた息子の春氏と対立して家督を譲らされてしまいます。
四代目古学坊となった足利晴氏は北条氏と結んで叔父の弓義明を滅ぼしますが、後に北条氏が台頭すると両上杉氏と組んで北条氏討伐を目論むも川越野戦に敗れて力を失います。その結果、晴氏は北条氏の監視下に置かれ、北条氏康の妹と足利晴氏の子である義氏に家督を譲らされます。いよいよ年貢の納め時じゃな。その後、義氏の異母兄弟である藤氏や藤正が上杉謙信や関東諸将に擁立され、古学坊の座を狙いましたが、上杉氏の関東撤退に伴って反北条勢力が勢いを失うと、義氏が北条氏の下で古学坊の座に落ち着くこととなりました。何代もかけて手に入れたその椅子に、もう価値はなかったのじゃな。そして1583年、義氏は男子のないままこの世を去ります。今度こそ断絶ではないか。いえ、義氏の子たちは皆創生していたのですが、一人だけ娘が残されていました。彼女こそが今日の主人公の一人です。もう、忘れておったわ。ここまで結構長かったけど。姫君の名は確かに伝わっていませんが、足利の正統な血を継ぐ彼女は足利氏姫と呼ばれています。氏姫ちゃん。義氏が没した時点で氏姫はわずか9歳。北条氏康の娘であった母もすでに他界しており、9歳にして北条氏の後見で父の異様を継ぎました。長らく仕えてきた足利家臣団に擁立された彼女は、北条氏からは正式な古学坊としては認められませんでしたが、姫久坊とも呼ばれていたと伝わります。しかし、それから7年後。氏姫ちゃん、16歳の春。いえ、夏。小田原北条氏は豊臣氏によって滅ぼされます。試練が多くない？この頃にはもう、古学坊足利家は北条氏の支配下という認識だったため、氏姫は居城であった古賀城からの立ち退きを命ぜられます。12万石相当とも言われた古賀の所領も大幅に没収され、残された所領はわずか332石。宗家の幕府もすでになく、足利氏は滅んでいくのか。そう思われた時、足利氏存続のために戦う、もう一人の姫が現れました。お弓久保義明の孫、足利島姫です。待ってました。足利義明は第一次河野大合戦で討ち死にしていましたが、里見氏は大北条のカードとして温存しておいたのでしょう。その維持の頼澄を庇護していました。そして、その頼澄の娘である島姫。彼女はすでに下野国衆の塩谷氏の分家に嫁いでいましたが、小田原征伐後に夫が自分を見捨てて逃亡すると単独で宇都宮城に来ていた豊臣秀吉を訪問。夫もひどいが、それにしても見上げた行動力じゃな。そして彼女はなんと豊臣秀吉のお眼鏡にかない、その側室になります。ちなみにこの時、島姫23歳。京極殿といい、山名殿といい、名門の史上好む嫌いがあったようじゃしな。足利の姫は捨ておけなかったのじゃろうな。そして、見事に秀吉を射止めた島姫は、天下人となった秀吉に足利家の再興を嘆願します。島姫、したたかじゃな。ザ、女の戦いといった感じじゃ。姫様、母音の読みが次に来る場合は、じっと発音します。うるさい、早進めんか。この嘆願を受けた秀吉は、足利家が耐えるのを忍びなく思ったのか、もしくは島姫に自分の子を産ませて、関東久保受けを豊臣一門として再興させようとしたのか。ひとまず島姫に、下野喜連川に3800石を与えます。その翌年、秀吉は続いて島姫の弟、足利国友と足利氏姫を婚姻させ、古賀久保受けと弓久保受けの2つに分かれていた関東久保受けを再び一つの家にし、足利家の再興を認めました。島姫は弟の国友に喜連川3800石を譲渡し、ここに関東久保足利家は再興を果たします。これが、ちょっと待つのじゃ。これでは、喜連川の領主は国友になるな。すると再興したのは古賀久保ではなくてお弓久保なのではないか？いかにも、実は島姫は足利家を再興するという目的を持っていましたが、それは自分の父、足利頼澄のお弓久保受けを再興するということでした。当然、ここまでの島姫の行動には父、頼澄の差し金もあったでしょう。すると、氏姫の方は関東久保の正当な後継者でありながら、父の家を再興するという夢は果たせなかったわけか。そうだったかもしれません。その証に、彼女の戦いはここから始まったと言っても過言ではありませんでした。父の死による家督相続、北条氏の滅亡、所有の国友との婚姻によるお弓久保受けの正当化。氏姫は関東久保足利氏の正当後継者といえど、自分の力でできたことは何一つありませんでした。そんな彼女の唯一の抵抗、ただ一つ自ら選んだ戦いが、国友との婚姻後も古賀を出ないことでした。332石の領地に留まることを選んだのか。嫡流として古賀から離れないという考えか、お弓家を認めないという意思か、はたまた女の意地か。しかし、対局は動き続けます。国友は朝鮮出兵への参陣途上で病死、氏姫の古賀に居座るという抵抗を誰も気にしないかのように、氏姫は続いて国友の弟の頼氏と再婚させられます。ますますもって、氏姫のお飾り感が増していくのを。
頼氏は関ヶ原戦役には参陣しなかったものの、家康に戦勝祝いを送ったことから戦国を加増された上、足利というくらいの高い家柄であることから、4500石ながら喜連川に立藩を許されます。これによって、お弓久保受けが豊臣家に続いて、徳川家からも認められることとなりました。これに関連したのか、心変わりがあったのか、氏姫の心持ちはわかりませんが、関ヶ原合戦と前後して氏姫は頼氏と一男一女を設けます。やがて息子の義親の血統が喜連川藩を継いでいくのですが、氏姫は生涯、駒から出ることはありませんでした。一生懸命を貫いた姫久保。その生き様はあっぱれと言うしかあるまい。例外中の例外、天下の客位。喜連川藩の藩主家はその後、喜連川氏を名乗りますが、その血統は正真正銘の足利家。下野源氏嫡流の足利氏は河内源氏の中でも極めて正当な血筋の家柄です。それは同じ河内源氏の中で、上野源氏新田氏の所有の出自を名乗る徳川家康からも一目を置かれ、特別な待遇を受けました。すでに4500石なのに藩扱いというところもそうよの。ええ、扱いは10万石相当の国資格並みでした。国資格なので所領としては旗本並みながら居城を持つことが許されていたり、その一方で参勤交代や諸役の義務がなかったりしました。諸藩は幕府からの私益で財政が火の車だったのに、いい身分じゃったわけじゃな。ただ、家柄としては国資格。例えばその体裁を保つために自主的に参勤交代などをしていましたが、収入はあくまで4500石。完成年間に500石の加増を受けて5000石になったとはいえ、収入に対して家の格が高すぎて財政は苦しかったようです。対外向けには10万石、実収入は5000石。それでは幕府からのお役免除とはいえ、火の車だったのかもしれぬな。そんな反省を表すのに、こんなエピソードがあります。喜連川は奥州街道に位置している宿場町であったため、喜連川藩としては奥州諸大名が喜連川に宿泊することは、領内を潤わすのにまたとないチャンスでした。特に大藩である仙台藩は乗客、藩主自らが仙台藩を迎えて、宿泊せざるを得ない空気を作り出していたとか。あの将軍家だった足利家が奥州短大の伊達家をわざわざお出迎えとは、世も変わるものじゃの。その上、伊達家が喜連川を避けるように参勤した際には、わざわざ江戸まで赴いて嫌味を言いに行ったとも言われています。それはまた、氏姫のプライドは一体どこに。300年の家臣団と喜連川騒動。さて、足利家がいつ始まったかご存知ですか？室町幕府を築いたのが足利尊氏というのは知っておるが、足利氏は源八幡太郎義家の孫、足利義康を祖としており、義康は平安時代末期の方言の乱などに活躍。すでにこの頃から足利氏は歴史の表舞台にいました。喜連川藩が成立した1600年、すでに足利家は500年近くの歴史を持っていました。それは名家と言わざるを得ないの。しかし、前述の通り、足利家は一族内の分裂と対立を繰り返してきた歴史があり、とりわけ喜連川藩を構成していた藩士たちは旧小学坊家臣団と旧お弓久保家臣団。氏姫が古賀に居座り続けたように古賀久保受けが正当と考える者たちがいた一方、豊臣家からも徳川家からも認められたのだから、お弓久保受けが正当だと考える者もいました。血筋は統一されても、思想までは統一できていなかったんじゃな。その対立が爆発したのが、1647年の喜連川騒動です。時の藩主は氏姫の孫、高信。ことの発端は喜連川藩士の甲野郎左衛門、梶原平右衛門らが幕府に密告に訪れたことでした。いきなり、足利家臣っぽい名字じゃな。甲野郎左衛門は、藩主の高信は正常にもかかわらず発狂したとして、喜連川三家老の一色行部らによって押し込められ、一色一派が藩政を牛耳っていると報告しました。一色一派って、四文字熟語みたいじゃな。これに驚いた幕府は、老中までが審議に加わり、対処することとします。確かに高信は近年幕府へ参勤せずに、自責画廊の二階堂とのもが名代として挨拶などに参上していましたが、そのような事実があれば一大事ということで、幕府は白川藩などの力も借りて調査に乗り出します。そして、医師を派遣した結果、高信の狂乱は事実という判断に至りました。なんと。高信は何度押し込めても勝手に出てきてしまう、とだけ記録が残されており、彼が何かの精神病だったのか、当時は同じく狂乱扱いであった反幕府の思想を持っていたのか、あるいは本当の発狂状態にあったのかは定かではありません。結局、これによって虚偽の告訴を行った甲野四郎左衛門が悪罪。実際には彼らは少し前に喜連川藩から追放されており、その恨みから今回の告訴に及んだようでした。この甲野四郎左衛門らが追放された背景として、一色や二階堂が古賀派であったのに対して、甲野梶原らがお弓派であったためとも考えられています。そして今回の事件については時の将軍、徳川家光の耳にも入り、家光は藩主の狂乱を隠蔽していた三家老をも流罪に処しました。その上で家光は狂乱の藩主高信を隠居させ、その子に家督を継がせました。喜
喜連川が小藩だったことや後世の脚色などもあって真相が不明瞭な喜連川騒動ですが、不安定な家臣団を抱えていたというのは間違いないようです。歴史は領土の広さではなく時間の深さじゃな。その後、喜連川藩は幕末まで続き、幕末期には水戸藩から養子を迎えていたこともあり、砂漠的な立場を取りましたが、情勢を見て新政府に恭順。家老の二階堂鷹山によって藩主の縄牛が合図に通じていると斬言される事件などがありましたが、戊辰戦争に従軍するなど新政府の信頼を勝ち取り、明治を迎えた後は喜連川氏は足利氏2世を戻し、現在に続いています。最後まで足利家らしい事件じゃな。何はともあれ、幾度と危機に見舞われた関東公方足利家が今でも続いているというのは感慨深いの。では、ここからは喜連川藩にまつわる史跡を紹介していきましょう。聖地巡りができるわけじゃな。ちょっと違う気もしますが、まずはこちら鴻巣御所。足利氏姫が愛し続けた土地じゃな。実際には古賀久保館という名称で古賀総合公園の中にあります。少しですが当時を忍ぶ遺構も残されていますよ。お次はこちら。ほうほう、古賀徳源院。最後の古賀久保、足利義氏の御所とな。一説には氏姫の墓と伝わる石塔もあります。最後はこちら、喜連川城。喜連川藩は陣屋を成長としていましたが、城主大名のため喜連川城という居城を持っていました。さすが、天下の客位じゃな。現在は公園として整備されており、麓には陣屋跡もあるので合わせて行ってみるといいかもしれません。今日の、藩活格言。このコーナーやっぱりあるんじゃな。うんうん、これもまた藩活だね。お主、このコーナーの時、楽しそうじゃな。では今日の格言をどうぞ。炎尺伊豆くんぞ広告の志を知らねや。起用の故事成語はダメです。ならもう一つ。敵は身内にあり。穏やかじゃないですね。それでは皆の衆。しからばごめん。